テテ・モントリューは、スペインのカタロニア生まれの盲目のピアニスト。本名は、バイスンク・モントリュー・マッサナ。生まれた時から盲目であった。亡くなったのも同じ町で死を迎えた。母の勧めで、クラシックピアノを10年間学んだが、母親は大のジャズファンであった。彼の最初のピアノとの出会いは、 盲目の子供のためのピアノ教室で、アンディック・マシュの指導で1934年から1944年まで続いた。1944年に母の勧めでペトリ・パロの個人レッスンを受けることになった。1946年から1953年まで、テテはザ・カンサー・ベトリ、スペリオルでムジカでバルセロナ音楽学校でジャズと出会った。 そこで多くのジャズミュージシャンとプレーを重ねたが、特にアメリカのジャズピアニストのアートテータムに影響を受けた。この時期に彼は細やかで繊細なピアノ技術を身につけた。そしてバルセロナのパブでプロとしてのスタートを切った。ライオネル・ハンプトンがスペイン・フランスを演奏旅行した1956年に彼はプロピアニストとして参加し、 同年3月13日に初レコーディングされた。その後、多くのジャズミュージシャンと共演し世界に名が知られるようになった。ありがとうございます。